今日はトミカやプラレールのお菓子が入ったセットをいろいろと買ってきてみました。トミカバケツ、プラレールバケツ、トミカシールブーツ、トミカ運ぶよトラック、お出かけプラレールケース、トミカ代わりよバッグのパトカー、トミカ代わりよバッグの消防車、トミカどこでもドライブブンブン、トミカの缶のパトカー、黄色いブルドーザー、赤い消防車。トミカバケツから開けていってみましょう。バケツの中には2種類のお菓子の袋が入っています。黄色い袋の方にはカレースナックと、白い袋の方にはたこ焼きスナックが入っています。このバケツも結構大きめなので、中におもちゃを入れることができます。次はプラレールバケツ。プラレールバケツの周りにもいろいろな新幹線や電車の車両の絵が書いてあります。中身は金色の袋の方は、こちらはたこ焼き味のスナック、銀色の袋の方はこれはカレー味のスナックですね。次はトミカのシールブーツ。クリスマス用のこのお菓子とトミカのシールのセットになります。お菓子はトミカのおやつスナック、トミカのコンポタージュスナック、カニチップと野菜スナック、メープルビスケットが入っています。シールと、お菓子を外したらクリスマスブーツの先端だけが残りました。次はトミカ運ぶよトラック。このトラックの荷台の部分の中にお菓子が入っているみたいです。お、すごい音が鳴るお菓子1個しか入ってないこのお菓子はクッキーが入っているそうです。反対側のこの蓋を開けると中には仕切り板が入っていますね。中に仕切り板をセットすることでトミカが収納できるようになっています。これはドクターイエローのお出かけプラレールケース。この上のボタンを押すことで蓋を開けると中にお菓子が入っています。反対側も蓋を開けるとこっちも中にお菓子と、さっきのトミカケースのように仕切り板が入っています。仕切り板をセットすることで中にプラレールが収納できるようになっています。これはトミカどこでもドライブのおやつケース。ハンドルと、イグニッションキーとウィンカーと、シフトレバーとクラクションがついています。このおやつケースの中には2種類のおやつが入っています。仕切り板をつけることで中に6台のトミカが収納できるようになっています。とってもついているので持ち歩くのにも便利そうです。次はトミカ変わるよバッグのパトカーと、こっちは消防車。このバッグはリバーシブル仕様になっているので、パトカーのリュックをひっくり返すと消防車のショルダーバッグになるそうです。それではこのパトカーのバッグの方を開けてみましょう。お、中はやっぱり消防車になってますね。この中にも2つのお菓子が入っています。このパトカーのリュックをぐるぐるっとチャックを開けて、これをひっくり返せばいいのかな。はい、ひっくり返すと、消防車のショルダーバッグに変わります。こちらの消防車の、ショルダーバッグももう袋を開けると中にお菓子が2つと、中はパトカーの仕様になっています。これもぐるぐるっとこうチャックを開けてひっくり返すと、よいしょ、ひっくり返すとパトカーのリュックサックに変形します。最後はお菓子の入ったトミカの缶です。これは消防車と黄色いブルドーザー、こっちはパトカーの缶になっています。中身は全部一緒だと思うんですが、消防車の中にはこのトミカのチョコチップのクッキーと、黄色いブルドーザーの中も、トミカのクッキー、パトカーの中もこれも、トミカのクッキーが入っています。ご視聴いただきどうもありがとうございました。ニーサラチャンネルの他の動画もぜひ見ていってください。